シュトルム・ティーガー、シュトルム・ティーガーは第二次世界大戦にドイツが開発した自走砲である。戦闘で損傷を受けたティーガー愛戦車の車体を回収し、ドイツ海軍用に開発された 38cm ロケット9砲を搭載したもで18両が生産された。正式名称は 38cm 突撃、戦車9砲ティーガー、別称に、がある。 1942年のスターリングラードにおける戦いによる戦訓から、ドイツ軍は不評に対する強力な支援射撃、すなわち強固に防御された建造物や要塞化された地域を一撃で破壊する兵器のアイデアが導出された。この時、ドイツ国防軍は EE5 戦車をベースとした33倍と突撃不評法しか使用できなかった。 これは前期生産型12両がスターリングラードに投入され、すべて喪失となった。さらに改良された4号突撃戦車ブルムベアが1943年4月から製造されたが、ドイツ国防軍はさらに似たような、しかしより重装甲で重武装な支援車両を要求していた。この要求を満たすため、ティーガー戦車をベースとした。 新しい 21cm 自走榴弾砲が計画された。しかし、この砲はその時点で利用できないことが判明したため、海軍の爆雷投射機を改造した 38cm ロケット9砲を利用することとなった。この砲は元来1940年代初頭から沿岸防衛用としてドイツ海軍とラインメタル社により開発が進められ、 562機材として1943年、初めに完成の域に達した。この豪海軍はこの法の自走化を図ったが、この時、ドイツ陸軍はこの兵器の管轄が陸軍にあることを強く主張し、562機材の管轄権を奪った。陸軍兵器局はヒトラーに対し、1943年3月5日付の書類で、 紫外専用に562機材を搭載した銃、突撃戦車の構想を提案した。ヒトラーは、この提案に強い興味を示し、5月27日の兵器局上総部との会議にて生産を決定した。車体には t、t e g i を使用し、開発はアルケット社が担当することとされた。基本案はヒトラーに提示され、彼は月に十両の生産を指示したが、気構相関、 ハインツグデイリアンは十分な試験を経ない兵器の有効性と製造ラインの混乱を懸念して、これに反対し、試作車両をまず一両生産することを提案した。ヒトラーはこれに賛同した。初期型ティーガーから改造された最初の試作車両は、1943年10月20日、アライス連兵場においてヒトラーに提示され、ヒトラー時期時期の審査を受けた。 またこの時点で、すでに試作車両と量産車両の基本形状は、同一であった。1944年4月12日、ヒトラーは12両以上の突撃急付用の上部車体と方針を用意し、前線から修理のために引き上げられた T-GAI の車体に搭載するよう命じた。9月15日に第1号車が完成し、9月21日までに7両、 9月23日までには、アルケット社から重量の完成が報告された。第1号車は、その後、東部先生へ送られ、実験任務に投入された。最終的に1944年8から12月28、量が完成と製造ペースは遅かったが、これは、新規生産ではなく、損傷した t ガ a アイが修理のため構想されるごとに、1両ずつ改造したためで、 シュトルム・ティーガーはティーガー i の車体をベースとし、その上部に新たにロケット給砲を収めるためのケースメイト式戦闘室を構築した。戦闘室の製造はブランデンベルガーアイゼン製造所が担当した。構想されたティーガー i の砲塔は撤去され、車体とサスペンションが流用された。オーバーホール等の修理により構想された車両の回収に際して、 マイバッフハ HL210P45 エンジンを新型の HL230P45 へ換装し、また変速機、最終減速機、トーションバーを新品のものに交換したと推測される。また実戦配備されたものはベースが d g ー,ーア i の初期、中期型でも後期型のスチールホイールに換装されている。車体のオーバーホールはヘンシェル社が担当した。 手法の製造はラインメタル社が担当し、これらの部品はアルケット社に送られて組み立てられた。ティガーア i の車体上武装甲板は撤去されたが、機関室上部隔壁部ではなく、戦闘室をなるべく小型化して軽量化するために、砲塔基部に近い部分で切断された。そのため機関室上面にはターレットリング基部が一部残っている。砲塔バスケットを撤去した床面は、 滑り止めのついた鉄板で塞がれた。100mm 厚の全部装甲板は撤去され、80mm 厚の側面装甲が斜めにカットされた。これに被せる形で構築された 150mm 厚の戦闘室前面は45度傾斜しており、良好な飛来傾斜を有した。また戦闘室側面は 89mm 厚で20度傾斜し、 後面は 89mm 厚で重度傾斜している。天井は 40mm の厚みがあった。戦闘室は周囲4箇所のフックによって吊り下げることが可能であり、車体と戦闘室は車体内部の左右3箇所のプレートと後方2箇所のプレートを介してボルトで結合された。戦闘室正面にロケット球砲が装備された。後方から見て、 車体全部左側に操縦手が位置し、車体後方から見て方の左側に砲手が位置する。戦闘室全部に無線手が位置する。操縦手用にはペリスコープが2機装備された。このペリスコープ上部に、砲手用として前面層甲板に台形の開口部が設けられ、手法用のパクスフさん照準機が備えられた。この開口部は、 内部のスライド式のビジョンブロックで閉鎖できた。後方から見て戦闘室の右前部にはベンチレーターが備えられている。主砲後方の天井に大型の細長い取り外し可能なハッチが設けられ、このハッチ後方にはヒンジ付きのハッチが付けられた。これは社長用である。社長はこのハッチ左側にペリスコープを持つ。主部装は 380mm61。 式ロケット急法で褒美装填式である。正式故障は RW61 強固に防御された建築物に対処するため 125kg の高性能作薬を弾頭に充填した長さ約1.5メートルのロケット弾を発射し最高で2.5メートル圧の鉄筋コンクリートを貫通することができた。最大射程距離は5650メートル。 ロケット弾の全備重量は一発345から 351kg。最初に点火する推進薬による初速は秒速45メートルで 41kg のロケット推進薬により秒速250メートルまでブーストされた。砲弾威力は絶大で、大戦一中隊の一両は正方防壁の占領された統治下を一発で破壊し、 村に集結していたアメリカ軍上陸部隊の戦車隊への一発は、その爆発の衝撃波で周辺の戦車を戦闘不能にいらせた後の手記がある。ロケット急砲の設計には若干の問題があった。熱いロケット弾の発射へを戦闘室内に排出することはできないが、ガスを排出しなければ急砲は圧力に耐えることができない。そこで方針を内藤と外藤の二重構成とし、 艦上の換気シャフトを12.7センチメートルの厚みを持つ内筒に取り付けた。この排気管は方向周囲の小穴に通じており、ロケット弾の噴煙が車外に出るようになってた。小穴の数は29個、40個、31個と車両により異なる。内筒には市場が9本切られている。ただし車両によっては36本と仕様に相違がある。方位付近では、 市場の幅が広げられ、砲弾側に設けられた細長い突起と噛み合いやすくされている。砲弾は射出時に回転し、弾道が安定する。砲弾は17.6後傾進むたびに1回転した。ガス圧力が外部へ逃げるため、褒美構造が軽量となった。褒美は右側へと開く簡易なスライド式の閉鎖板で閉じられる。安全なため、不完全な閉鎖状態では、 機械的に連動している発射レバーが作動不能となった。砲弾を装填すると重量によりバランスが崩れるため予防策として方向にカウンターウェイトが取り付けられた。砲側、休憩装甲部分に内蔵されるカルダン式であり、射角は左右20度、上下には0度からプラス65度であった。棒立てと方針スリーブは一体化され、方針該当となっている。 戦闘室内部の両側面、立体の上部にあたる箇所には、砲弾用ホルダーが12箇所設けられた。ホルダーは3段に重ねられ、2発を収容する。砲弾は各種約 350kg の重量があり、人力で運搬するのは、ほぼ不可能だった。そこで床上に、左右に、スライド可能なローラーベアリング付きの、砲弾装填トレイが設けられた。トレイは、足の上に、 砲弾受けを設け、この受けからは、ローラーベアリングが対象に2個、箇所は3箇所、形状としては、Y 字状に突出し、砲弾を支える構造になっている。このトレイを、砲弾用ホルダーへ近づけて、砲弾を、のし、次にトレイをスライドさせ、砲へ生体させて装填した。装填の最終段階では、大型の装填具で 350kg の砲弾を、押し込む。また、 砲弾の装填は砲身が水平状態で行われた。補助として天井を滑らせられる小型チェーンブロックが備えられていた。砲弾の重心位置は2センチメートル幅の白帯で表示されており、ここに金属のベルトを巻いた上でチェーンブロックにより吊り上げられた。大きくかさばるロケット弾は14発しか搭載できなかった。うち1発は 装填済みで、もう一発は装填用トレイに置いた状態。残りは後部の弾薬ホルダーに搭載した。ロケット弾を車体に搭載するために、戦闘室天井に積載ハッチを設け、戦闘室の後方上部に組み立て式のクレーンが取り付けられた。それでもロケット弾の装填には、5名の乗員全員が手伝わなければならなかった。砲弾の積み込みに際しては、 戦闘室外部の後方に設けられたクレーンを用いた。輸送中の砲弾は、スノコに似た細長い木の板を連ねた保護材でくるまれ、金属のベルトで縛られた。保護状態の砲弾を解き、クレーンで吊り上げ、戦闘室天井に設けられた専用のハッチから運び入れる。次に、車内のトレーへ砲弾を下ろし、弾薬ホルダーへと移して固定した。使用砲弾書面。 38cm ラケテン、スプレングラネット4581、38cm ロケット砲弾4581、砲弾は、作薬部、推進薬部、底部板から構成され、この3部分を結合して組み立てられた。玉底には32個の噴射口が設けられている。4581ロケット榴弾は、暗力色で塗装され、 砲弾全部に衝撃に注意すること、雨、水に濡らさないようにすることの注意書きが印刷された。この砲弾の他に、38センチメートル、ホーラダングスグラネット4592、38センチメートル成形作薬榴弾4592があったが、用途はコンクリートで強固に守られた陣地の破壊のみに限定されていた。か、炎幕弾が存在するが、 実戦投入されたかは不明である。全部のポールマウント式重火に、対不評用として 7.92mmMG34 機関銃が装備された。戦闘室上面後部のハッチには、近接防御武器が取り付けられた。これは、敵不評に対する防御用の武装で、対人時代の S マインを360度前方位に発射できた。この車両は、 紫外線での近接戦闘が想定され、生産性向上のための重装甲が求められた。前面の装甲は 150mm ある上に傾斜しており、側面の装甲も 80mm ある。この重装甲は重量に影響し、通常の T ーガー I が57トンであるところ、本社は車体総重量65トン、燃料と弾薬その他装備品を満載した戦闘重量は、 約70トンと大幅に増加した。しかし実際は直接照準による砲撃を行うような運用は行われず、重装甲は機動力を減じただけであまり意味がなかった。t g r i の車体全面装甲は 100mm、車体側面上部は 80mm、車体側面下部は 60mm、後面は 80mm である。初期生産車両3両には、 車体前面にさらに 50mm の増加装甲がボルト止めされた。戦闘室は前面 150mm、側面、後面 89mm、上面が 40mm である。資料によっては、側面装甲を 80mm としている。ドイツ軍の主力戦車であった4号戦車は G 型で、車体前面装甲は 80mm、 高頭全面装甲は 50mm であり、側面装甲は 30mm 程度であった。また生産数的に4号戦車に及ばないものの、戦争後半に量産され、主力となったパンター戦車は、前面装甲が 110mm から 80mm、側面装甲が 50mm 程度であった。これらの戦車と比較してもシトルムティーガーは、重走行だった。 重防御は、機動性能と燃費の悪化、機関と足回りなどの部品の早すぎる損耗を招き、これらを補修するマンパワーと、貴重な時間を費やさせる欠点となった。シュトルムティーガーの最初の役割は、重不評支援車両として、要塞化、重防御構築物を攻撃することであった。しかし、最初のシュトルムティーガーが運用できるようになった時には、すでに戦局が悪化しており、 ドイツ国防軍も攻撃より防御用の武器として使用した。シュトルムティーガーを運用するために、大戦点1 0 0 1戦にシュトルムティーガー中隊、プスタムクップイコールの3つの新しい中隊が編成された。これら中隊は当初14両配備する予定であったが、後に各4両となり、さらに2個小隊ずつに分けられた。 第戦突撃救報中隊は、ワルシャワ放棄の最中、1944年8月13日に、2行で編成され、プロトタイプがこれらとは別行動をとっている。これが、シュトルムティーガーの最初の実戦投入と考えられている。1944年12月取り入る地区に、配備、1945年1月の、はじめアルザス国境で三両が行動不能となり、 一両のみで戦った。続いて、大戦1.1002シュトルムティーガー中隊が9月と10月に編成された。大戦と戦1の2個中隊は、アルゲンヌ構成、バルジの戦いの間、突破用部隊として選定された。この構成の後、シュトルムティーガー中隊は、西部戦線だけでなく、ドイツ本土の防御にも使用され、その過程で優れた。 防御用兵器であることが判明した。戦艦並みの砲撃力を持つシュトルムティーガーに襲われたアメリカ軍は数時間行動不能に陥った。また M4 中戦車も資金弾で行動不能に陥った。防御面でも空爆、または銃砲撃でないと破壊できないことが判明した。そのためアメリカ軍はスパイや偵察機でそのありかを探ろうとしたほどである。なお、 シュトルムティーガーの損失は、機械的故障や弾薬切れ燃料切れを原因とする、車両の放棄に伴う、乗員自身による破壊が損耗の原因となった。2両のシュトルムティーガーが、第二次世界大戦を生き延び、1両はドイツのムンスター戦車博物館、もう1両は、ロシアのクビンカ戦車博物館に展示されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。